奴らは暗殺を逃れた。全力で城を攻撃すべきだ。息をする暇を与えてはならぬ。愛子殿と隼人殿から知らせがあるまでは大砲を絶対使いはせぬ。わきまえろ無限。もっと早く情報が届いていれば今日の戦闘はなかったはずだ。不可解な問題があります。なぜ乙事大将は金沢城の支配を許されたのでしょう。愛子殿、隼人殿。生きてるよ。飛騨村で乙事の計画を聞いた。ユキはメッセージを届けなかったの。その…ユキちゃん、これがどれだけ大切か伝えたはずよ。落ち着きなされ、愛子さんよ。ユキちゃんは悪くないんじゃ。ユキ殿が任務を果たせなんだのは、窮地に陥った我らを救うべく尽力してくれと申したがゆえ。そのようなことはいい。できることをせねばならない。二方はおことの趣味について何が分かったのだ。やつとその部隊を飛騨から尾行した。戦闘でよく訓練された部隊だった。武器もよく手入れされていた。城を落とすぐらい奴らには造作もないことだろう。食料や軍備は揃っておりました。数ヶ月は耐えうることでしょう。また影様からの増援がすぐにあるとの話も聞いております。数ヶ月も待てぬ。準備をしろ。次の攻撃には参加してもらう。情勢を優位に変えてくれることを期待する。昇様、私には乙事の守りに関する確かな考えがあります。おそらく今後の戦いへの助けになるかと。もしその知恵が作戦に欠かせぬものというならば、愛子殿、世の力となってもらおう。残りは戦の準備だ。指令はすぐに伝える。仰せのままに、昇様。女が政治だと、バカバカしい。見なよ、いいな。また敵の後ろにつくんだな。そのようだ。昔のようじゃわい。愛子さんは一緒じゃないの。愛子殿は昇様への助言で我らを助けてくれぬか。次の戦いはとても危険ゆえ、ユキ殿は来なくてもよい。うん、私も行く。だって金沢は私の故郷だから。それに裏路地だって全部知ってるしね。お主の意志であれば止めはせぬ。では準備を整え、昇様の命令を待とう。ユキちゃん、愛子さん、そのすみません。いいのよユキちゃん。その途中でクマを見つけて血だらけで、その難しい選択だったわね。そういう場面私にもあったわ。あなたは立派な大人よユキちゃん。疑っていたこと謝らせて。愛子さん、必ず戻ってくるのよ、みんなと。はい、愛子さん。日本者どもは金沢城で立てこもっておる。要塞へ侵入し内側から弱らせよ。二手に分かれ城を両側から攻めてもらう。我が幕府軍は乙事へ正面から向かう。そなたらが役人を撃てば部下の侵入もできるだろう。城内壁で道を見つけ供給庫を破壊せよ。それが終わればいかようにも乙事と対峙できる。彼の死は反乱の終わりを意味するだろう。彼は強敵だ。覚悟してかかれ。そなたらの行動が戦の契機となろう。失敗は許されぬ。はい。この場所覚えてる。
大きなお侍さんたちの家だ。ここに住んでおったのか、ユキちゃんよ。お母さんと長くはなかったけど。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかの。嫌なことがね、ずっと前に。そう、なんで隠れてんだ。こんな感じだった。なあ、あんたんたる記憶じゃったか。すまぬ、忘れてくれ。城へ向かおうかの。見えないでしょ。うネズミの歯。動くのがよかろう。一つやったぞい。私は捕まんないわよ。ユキちゃんや、そこを出てからはどうしてたんじゃ。なんで知りたいの。いかにしてお前さんがものを学んでいったのか気になってな。人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。出てこい。もし教えてくれる人がいなかったら。なれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。以上は無理だ。どうじゃ、最後の質問じゃ、ユキちゃん。わしはどうやって銃の音を消したと思う。それは、そうだな、そんな難しいことわからないよ。人生とは素晴らしい先生じゃよ。だが、人が指導してくれた時にしか分かれぬものもいくつかある。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ユキちゃん。つまり先生って。それがお主の望みならのう。本当。気をつけちゃいかん。はい、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったの。旗を一つ倒したわ。敵の士気は弱まって進撃だ。手を上げることはできぬ。良いじゃろう。朝になるときついじゃろうな。足を使うかの。よし、やったぜ。別の役人が倒された。突破するぞ。手元を狂わすなよ。ちょっと待ってね。私は素早い、そして勇敢。小刀さん、オッケー。奴らからは見えない。素早く。
私なら、ネズミの歯、アナさん、鳥の声。入れた。はっ。あと少しだから。素早く、鋭く、素早く、鋭く。ざわつく指がぐさっ。素早く計画通りにし、直ちに。ギリギリだぞ。危なかった。幼児学園の術。迅速に気をそらさない。続けろ。期待に応えてみせます。見つかるな。紛らわしい風だ。この辺りはどうも慌ただしい。再び共に困難へ立ち向かうことになりましたな。あんたと働くの。割と嫌いじゃないぞ。それは光栄な話だ。さらに進撃だ。進め、将軍のため。手に入れた。死に立ち向かえ。しかし外壁はさほど遠くない。では死に望むとするか。無限、聞かせてくれ。なぜいつも死を求める。名誉の死はそれほどまでに大事なものなのか。上様に仕える者として当然のこと。隼人殿も拙者と同じでは。いや、俺はただの雇われ傭兵にすぎる。主とは違う。もうすぐ中に入れそうだ。やはり分からぬ。名誉にいかほどの価値があるというのだ。そんなものが命の代わりになどなれば。と貴殿はなぜこの混沌へ拙者についてくる。金欲しさゆえか。いや、俺は責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが、己が使命はしかと心に抱かれよ。忍び足。逃げちゃダメでしょ。うるさすぎるわ。聞かないようにしないと。動くぞ。ピストル準備完了。小刀さん、起きてよ。ネズミの歯、奴らを止めてみせる。そうか。と、なんてことはない。
行く。上様、直ちにそこに向かう。俺がいただく。勝利は我らのものだ。刀を使わねば。と共に死ぬがよい。はい。名誉のために。はあ、立ち風。上等な酒に飲まれよ。我慢できんだろう。我ら野郎多山一殺。撃たれるなよ。早く。拙者は反対だ。上様のために。うるさすぎるわ。小刀さん、起きてよ。一撃。栄光のために。腕のある敵だ。おっことの兵ではないのですね。その鍵を開けておいた。しかし昇る様が城を強襲し終わるまではここにおられよ。わかりました。おっことと戦うときはお気をつけください。奴を倒すには真の侍の力が必要です。年を取ったかね、無限殿よ。おのこにとって年を重ねるは誇り。記念が何よりの証。賢い言葉じゃ。賢いぞ無限殿よ。奴らからは見えないのよ。急ぐぞ。これは何にもなりはせんぞ。急がねば。戦だ。以前なら大したことではなかったんじゃ。ああ、すぐに行くわ。私には勝てんわい。足を。やばい。今軍備を失った。今こそ好機。おっこととの戦いの覚悟を決めようぞ。
っと待ってね。殺しちゃダメ。はい。あと少しだから。逃げちゃダメでしょ。私は捕まんないわよ。私は素早い。そしてしっかりメロディー行くわよ。嫌なサプライズ。なんだ、見えないでしょ。私のよ。メロディー出てこいよ。後を立てたのは誰だ。気を散らしちゃいかん。素早く、鋭く。何かあるぞ。小刀さんはお休み。ゆっくりね。空気が汚い。早く。行くぞ。早速戦闘か。大砲に注意しろ。終わりだ。そうだな、そうだな。俺が音を立てる。もうすぐだ。何か聞こえたような。なんてことはない。なんもないな。手裏剣を使う。もらった。気をそらさないと。あの音は、気を散らしちゃいかん。いいだろう。素早く。向かっているぞ。栄光のために。風切り。終わった。勝利は。塔にはもう登らん。来ておる、来ておる。ねえ、肋骨にしみるの。ああ、急ぐべきじゃ。また前線移動中。我らはくじけはせん。時こそ大切じゃ。お前は銃を使ってるな。撃たれるなよ。この名をしかと覚えておけ。失敗は許されない。ああ、もちろん。はい、やつらを止めてみせる。オッケー。幕府の刺客どもめ、奴らの匂いがまだ残っておる。軍備を破壊し、次は私に歯向かうか。皆、
位置につかれよ。タクマ殿、貴殿は孔子へ向かっとるぞい。ハヤト殿、ユキ殿、行くか。はい。舞台を取れ。影様からの増援が来るまで耐えるのだ。虫けらどもに真の侍の怒りを見せてくれよ。反乱をこれにて終焉へと導く。攻撃を見よう。うん、位置についたわい。見つけたら撃て。ためらうな。蛇のように隠れよって。やったぞい。皆の者、集中しろ。その辺にいるんだぞ。やったぞい。相手にならんぞ、クズめ。やったぞい。やったぞい。影様が来る。それまで言う。名誉の死ならばそれもまたよし。名誉のために。上様のために。直ちに死に立ち向かえ。急ぐぞ。我らは勝利を収めるであろう。直ちにそこに向かう。向かっているぞ。するな。失敗は許されない。無に届く。恐ろしい武器を。クズメに私を討ち取れるはずがない。なぜ影様は来ない。まだわからぬか。誰も来はせぬ。影様はお主を見捨てたのだ。そんなバカな。影様、やつに名誉はないのか。裏切り者の臆病者め。拙者は大城無限。拙者と貴殿、どちらも名誉ある武士。誰が影様か教えよう。さすれば侍としての誇りある死を与えん。ありがたい話だが、その申し出は受けられぬ。その男の顔は見たことがなくてな。ならば知っていることを教えよう。くそ、三つの同盟があった。ヤブ大名、影様、そして自分で江戸を制圧するための力を集めていた。だが刺客がヤブを殺した。その同盟の目的を聞かせよ。なぜ平和を脅かす。そうか、最後に会ったのは潜伏の野営地。天幕の中に地図がある。そこで奴を見つけられるかもしれぬ。次は我らの名誉だ。しかし最後は裏切りか。影様に名誉などありはせぬ。正義のもとに鉄槌を下そう。
平和な世において侍など無価値だ。我ら侍は戦いこそが全て。戦いの中にこそ正がある。なれば平和など。影様はそれを知っていた。だから我らはついていくことにしたのだ。なすべきことをなす。これを取られよ。拙者が解釈いたす。皆が勝人となろう。あすなおに我をとらめや。やがてまた影様は裏切ったんだ。難しいな。もしおっことの話が本当であらば、影様は手の内にある。うん、なら注意していかんとの。愛子さんはどうしているかな。愛子殿と昇様に再会し江戸へ戻ろう。上様が次の手を考えてくださるであろう。